今年も残すところあと281日となりました。みなみです。まあ、闇ではありません。例によってまたやばい、くしゃみ出そう。大丈夫だった。また死んだのか問題。生きてるよ。そんなね、人間はそんなすぐには死なないんですよ。たやすくないんですよ、そんなに。もう今日ご覧の通りほぼドスピンね。もうすぐ35になるというのに、ほらそんな日もあるさ。あれもうね、何の話やっけ、何の話をしたんだっけ、なんか忘れちゃった。すごい、あ、そう、昨日ねサラさんとカルダモンに会いました。サラさん元気そうでね、よかったなと思って。まあ、で、一人芝居の話なんですけど、まあ、一人で芝居やるってね、一緒にやる人いるんだけど、ほとんど一人だから、なかなかね、エンジンかけるのが難しくてですね。食べてる髪の毛どうにかしたい。まあ、それが難しいとこだなって思うんですけど、でもやっぱやってみないとわからないことはあるので、っていうのはやっぱサラさんは一人舞台を先にやってるからね、っていうのを昨日ちょっとアドバイスでもらって、ね、いや、たった一人ではできないんだけれども、やっぱりやってみなければわからないことってあるなっていうのは確かし。まあ、でもいい感じに仕上がってきたんじゃないでしょうかね。あとは私がセリフをどれだけ入れられるか問題っていうか、入れろって話なんですけど、役って面白くてね、なんかこう急にフッと入っていくんですよ。フッと入ってきてフッといなくなって、舞台が終わるとつきものが落ちたようにスッキリするみたいなね感じはあるんですけど、まあ今日雨ですよ、ね、雨の中撮ってるとね、こう雨の雫がね携帯の画面とかに当たって非常に不安になるんですけど、まあ、雨だすだって、雨だけれども、まあ、心は晴れやかに皆さん頑張りましょう。というわけで、まあね、完全に不定期更新になってますけど、まあ、やっていくので、またよかったらぜひ見てください。じゃあ。